俺は岩手のベインユーザー SPYGIA スパイギアよろしくな。だって俺あれよ、レジ背高すぎてクビになってバルーン作って、なんか買ってくれたガキにバルーン渡す仕事やぞ。クソつまんねえだろマジで。あいにくの果てには仕事なさすぎて、なんかあれよ、トイレ掃除とあとなんだっけ、なんか上の天井高えね、トイザラスだったっけ、トイザラスの天井高えから、なんか天井のエアコン掃除したりとか、業者呼べよマジで。俺もやらなきゃいいんだよそんな。本屋でもそうだったわ、レジじゃなくて、なんかあのホコリ取るふさふさしたポンポンみたいなやつ、あれ全部の本の表紙こうやってポンポンやってトイレ掃除して、でまたエアコンよ。今でも覚えてれば、冬のクソ寒い中外の水道で、もしもう氷なのか水なのかわかんねえくれの0度の中の水でエアコンのフィルター洗ってよ。でもって1時間600ないな、630円くらい。ふざけんなよマジで。多分あれね、オープンから1回も多分洗ってない。俺が洗ったぞ。でも頑張って当たりてたらさ、洗ったわ。ちょっと俺もう東京でちょっとゲーム会社行こうと思うんですって相談した時にさ、辞めるつもりってさ、高橋くん本当に頑張ってるからうちでちょっと社員として雇いたいんだけどって言われたんだよね。エアコン掃除して頑張ってたら、でも給料の違いがすごすぎて、やっぱさすがに東京行ったわ。やっぱ岩手の給料マジ安いから、多分いくらなんだろう、十何万とかなのかな、14、15万とかなのかな。東京のゲーム会社だってあれだよ、なんか何も経験ないのに30とか出るからね。もちろんボーナスも見込み残業も入ってますけど。見込み残業何十時間入ってるからそれ。あのね、額面で見ちゃダメ、みんな。マジ終わる。なあ、見込み残業システムやめろ、マジで。あそこででも俺本屋就職してたらどうなってたんだろうな。まあでも本屋面白かったけどね、いい土地ばっかだったし、表紙とか見てるだけでもすげえ楽しかったよ、ポンポンしながら。でも時間がクソ長かったマジで。東京の1時間と岩手の1時間マジで違いすぎる。岩手の1時間マジで長い。全然人来ねえし、トイザラスの時とかマジで長いじゃん。トイザラスとかさ、マジでクリスマス以外暇だからね。トミカ、トミカ、プラレールって曲ずっとなんか聴いてた。マジで頭壊れそうだったわ。頭おかしくなる、マジで。いやー、絶対忙しい方がいいよ。あー、でも本屋で働いて一つ得たものは、あのカバーの折り方くらい。今でも作れます多分俺カバー。カバーのストックだけずっと作った永遠と。本のカバーとか作ってもらわない？バイトの仕事なんだね。カバー持ってバルーンアートもやって、エアコンも掃除して、
まあでも今本とかも見に行く人も少ねえのかな。みんなもう電子書籍かな。コンビニのバイトはしてましたよ。なんだっけ、なんかなんだっけ、いつもあの話するときなんか電子レンジ爆発させて怒られてやめたわ。電子レンジでチンするんでここ切っていいですかってやつ、なんだっけ、ブリトーだったっけ。あれブリトー電子レンジ入れるのに切らないで入れたら爆発させたわ。高橋くん切ってって言ったでしょってめっちゃ怒られた。このブリトー買い取ってねって言われて、休憩中にさ、ブリトー爆発させて休憩入ってんだよ俺。チーズとかクソ飛び散ってた。そのブリトー買い取ったやつそのまま俺休憩中食ったんだよね。クソうめかった。バカさせた方がうめえわ。今でも覚えてる。そこら辺しか覚えてないな。コンビニはバリーが爆発させたがうめんだ。ブリトーは今ってさ、コンビニの廃棄のやつとかもらえないよね。昔バンバンもらってた気がするんだけど、廃棄のやつとか。そこは良かったのに。昔もダメなのかな。あとなんだろうな、バイト。なんかダーツバーみたいなところでバイトしたこともあったな。ダーツバーと、あとね、新たな新店舗で居酒屋の時に俺が普通にその居酒屋を一緒にこうペンキとかで、ね、そっからその段階から入ってオープニングスタッフっていうのか、オープニングスタッフで働いたこともあったな。でも基本なんか長く働いてないな多分俺。ダーツバーの時もすげえ楽しかったな。もう店員さんが若い。もう多分ガールズバーみたいに近かったんじゃないかなあれ、今思えば。多分男一人に対して女の子4人とか5人だったから、多分ガールズバーだったと思う。っていうか、いや黒服ではなかったと思うけど、なんかほぼガールズバーみたいな感じだった。てかあの当時ガールズバーみたいなのあんまなかったと思うんだよな、そんなに。今思えばガールズバーっぽかったと思う。いや給料別に良くなかった。なんか仙台のあのさ、アーケード街あるじゃん。まああるんだけど、アーケード街ってとこがあって、そこをこうアーケード順っていうかこう通りをずっとこう通り過ぎていくと、なんか国分町ってとこに着くのね。そこがなんかまあ東京でいう歌舞伎町みたいなとこで、そこになんかこうホストとか夜食の人たちいっぱい働いてんだけど、俺はそのアーケード街の1個目でずっと立ってどうですかって言ってた。キャッチっていうか、なんか看板みたいなの持ってた、ずっと。なんで俺はいつもそういうなんか、あれなの役なの。なんか別にもう立てとけよくないそんな。なんなのそれマジで。そう、ネカフェとかにあるでしょ。
あとなんか不動産とかもいない？看板ここら辺にこうなんか両サイドにこうプラカードみたいなのか掲げてる人、あれあの仕事あれ俺ね、俺しかできないから、あれそうパールみたいなやついたでしょ、あれ俺だから。あでも楽しかったな、なんかお客さんとなんかダーツとかしたりとかして結構自由だったな。あと店員さんにやっぱりほらお酒入れるみたいなシステムあったから、やっぱガルツァみたいな感じだったんじゃないかな多分、今思えば。なんかお客さんとなんかこう勝負とかもあったもんな、ダーツ。可愛い子いたかな、多分いたと思う。なんか普通に同い年くらいの人たちいっぱいだから、20、21、多分その21から22の間のどっかだと思う。21から22、21歳の時くらいのかな、後半かな多分。21そのまま行ったから、プロで。その前くらいだったから。抜きねえよ。ああ、そう。ホストみたいな格好してる時がそうだったと思う、多分。あの時。でもめっちゃエッチだったわ、女の子たち。だってさ、1人に対して5人女の子だぜ。で、あれだぜ、着替えっていうかさ、何、裏の、なんつうの、その、着替えのロッカーが1部屋しかないんだぜ。で、同じ時間に出勤じゃん。普通に隣で、あれだからね、もう下に姿になって着替えるからね。いや、もう隠すとかないからね。もうそういう人たち。普通に見せたわ。タバコ吸いながら。わあ、いいね。いいねとも言えなかったわ。うん。いいなって心の中で思いながらも、あの当時俺別になんかその感情あらわにしなかったから。見せた。Tシャツの言い方がちょっとエッチなんだよな。わかる？このさ、こうやってこう脱ぐんじゃなくて、このタイプあるじゃん。こうやって上返しにしていくタイプ。この時にこの Tシャツが顔に入ってこう見えない時あるでしょ？このおっぱいが全部あらわになってる時に、この時にガン見するじゃん。わかる？この気持ち。で、脱ぎ終わった後はもうしれっと携帯見ていく、こうやって。元気かね。でもあれですよ、本当に俺が東京に行くときに地震が起こって、東北沖地震311で、バイトもそこまで働いてたんだけど、もう、あ、今思えば俺辞めるって言ってねえわ。辞めるって言ってないけど、辞めようになってんのかな。なんかたまたまね、なんか1ヶ月2ヶ月後くらいに、なんか、いやもうそれどころじゃなかったんだって正直。あの時の地震って、もうそんなん言ってらんないくらいやばくて、なんか1ヶ月後くらいとかにこうや、なんか家とか引き払う時にアーケード歩いてたら、たまたまその店の女の子たちが歩いてて、まあ、その人たちの私服だったんだけど、なんかその時話した時に、なんかあの店潰れたらしいみたいな、もういや、なんか終わったんだってみたいな感じで聞いたらしいはず、確か。